皆さんこんにちは。ナッチの YouTube チャンネル始まりました。今回は照明について浅野社長にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず一番最初に疑問に思うことが、お部屋の広さに対してどれぐらい明るさが必要なんだろうということなんです。目安ってありますか？まあ、これも簡単にもう計算式を丸暗記していただくといいと思うんですけども、はい、その部屋に必要な明るさっていうのは乗数割る 1.3×60W、 20畳のリビングだと20畳に対して割る 1.3×60W とすると923W、はい、まあ、これだけの明るさが必要ですよって、もうこれを本当に目安にしていただいて、はい、どんな器具をね、どれぐらいの量を配置するかっていうのは検討していただくといいかなと思います、はい。ではその計算方法を使って、うん、実際に間取り見ながら見ていきたいと思います、はい。このお部屋が20畳だとします、うん、実際にどこにつけていけばいいでしょうか？照明の、ね、配灯計画の時の基本的な考え方っていうのが、はい、どこに明かりが必要か、どこに明かりうん、これがね結構重要になってくるんですね。いきなり言っちゃうとよくある失敗例みたいなので、はい、特にキッチンも作業スペースですね、切ったりするのかね、うん、そこですね。でその作業スペースのところに明かりが必要なんですけども、はい、よくあるパターンとして、はい、カップボードと背面の、はいはい、キッチン本体の間によくダウンライトをね、はい、間にここですね、そうするとつけるパターンがあると思うし、で電気図面で打ち合わせしてて、そこにダウンライトがあると、はい、そのお部屋全体が明るくなるから OK みたいな感じで、はい、そのまま計画進めていくパターンってあると思うんですけども、はい、でそれするとね、実際に使い始めてみると、はい、ダウンライトが自分の頭の上から照らされて、はい、例えば切ったりとか、はい、する時って若干前かがみになって、はい、作業しますね、はい、でそうするとね、自分が影になって手元が見えなくなるとかっていうことってあるんですよ、はい。でキッチンの作業台で必要なライトっていうのは、はい、手元を照らしたいだけで、はい、自分が照らされる意味必要ってないじゃないですか、うん、だから手元をどうやって照らすかっていうことを考えると、はい、カップボードとキッチンの本体の真ん中にいるんじゃなくて、はい、手元の上部、どっちかっていうとダイニング側ですよね、ここ、そうそう、そのあたりに、実際あると手元がしっかり明るく照らしてもらえるので、はい、どこに光を届けてほしいかっていうことを意識して配灯計画はしていただく必要があると。でそう考えると、例えばソファーの部分ね、ソファーとテレビのところもそうなんですけど、はい、これでいくとね、ソファーの上にね、よく照明をね、はい、こういうところですか？そうです、計画したりする場合があるんですけども、はい、ここも結局ソファーに座ってる人を照らしても何の意味もないので、テレビとソファーの間に例えばセンターテーブルが置いてあったりすると、そのテーブルの上に照明があったりとかね、そう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 、あとはダウンライトの使い方でよくあるパターンなんですけど、ダウンライトって基本的に壁を照らして、壁のその反射光でもって部屋を明るくする照明器具なんですよ、そもそも。だから正しい使い方って、よく廊下で使ったりすると、廊下って狭いので、すぐ壁にダウンライトの明かりが当たって廊下が明るくなる、要は狭いところでこそ、要はその本来の性能を発揮するものがダウンライトなので、ダウンライトってのは基本的に部屋のね、角に入れたりとか、ね、あと壁際に配置するものなんですよ。じゃないとよくあるのが、リビングダイニングを全部ダウンライトで賄おうとすると、はい、天井穴だらけになるんですね。まあそうですよね、うん、部屋の真ん中の方に配置したダウンライトってあんまり明るくないので、あっちの壁がないから、壁がないから、でそうするとそこに集中的に4つとか5つとかダウンライトをつけることになると、結構何だらけになるよねっていうことがあるんですけども、基本的にはダウンライトが壁を照らすっていうふうなやり方になります。でそこまで穴開けたくないなっていうことであれば、はい、代表的なものがシーリングライトを、計画したりとか、シーリング、うん、もう部屋全体を効率よく明るくするためには、シーリングライトっていうのが一番いいんですけども、ただ昨今こうお家ってこうゆっくり過ごしたいからっていうので、明暗がね多少あった方がいいよ、全部が明るくなくても本当に必要なところだけ明るくって、ちょっと薄暗いところがあっても落ち着くからいいよっていう方もね、ちょこちょこやっぱ増えてきましたので、その場合はシーリングライトじゃなくてスタンドライトとかブラケット照明といって壁付けの照明を利用したりしながら、
必要なところに必要な明かりだけ届けて、必要のないところには届けないっていう、そういうやり方もね、非常に大事かなと思いますね。先ほど言われてる、キッチン の, この照明なんですけど、他のところにも言えると思うんですけど、例えば洗面台とか、メイクをする場所とか、後ろから影になると、ここまでが見ない、困っちゃうっていう。そうですね、洗面化粧台の前で人が立ってるその上部に、照明があってもあんまり意味がなくて、やっぱ自分の顔を照らそうと思ったら自分よりちょっと前に照明器具ってあった方が自分の顔をしっかり照らしてくれるので、メイクする時もやっぱり使いやすかったりしますから、何を照らしたいのか、自分の頭を照らしたいんじゃなくて顔を照らしたかったら、顔にきちっと照明が当たる位置に照明っていうのはずらす必要がありますので、どうしても平面図上で見てると日本人も真面目なんでね、真四角があったら真ん中に配置したいんですよね。近くなりますね。ちょっとずれたりすると違和感感じてるけども、それはあくまでやっぱり何を照らしたいかっていうことでちょっとずらすっていうことは有効に働きますから、あんまり全部真ん中とか均等割りを絶対に崩したくないとかっていうところに縛られずに、本当に必要なところに照明を配置するっていうような感じでやっていただくといいと思います。ダイニングテーブルがまだ決まってないそういう方はどうしていくんだろう。そうですね、まだ決まってなくって、あとは後々の模様替えとかにもある程度対応しようと思うと、照明の位置が変えれるダクトレールっていうのをね、やってもらったりとか、あとダクトレールにつける照明器具自体をスポットライトみたいな照明器具を選ぶとか、まあ、そういったことで、対処するのが一番いいかなと思いますね。生活するリビングで考えていますけど、寝室ではどういうところを気をつけた方がいいですか。そうですね、だから寝室も何をする場所かっていうと寝る場所になりますから、じゃあ明るくする必要があるかっていうところをまず考えていただいて、おそらくそのリビングとか、例えばキッチンの作業台上部の照明のように、そこまで明るさって必要ないと思うんですよね。あとは、寝る場所なんでね、お布団ベッドに入った時に、例えば真上にダウンライトがあるとかね、必要のないところにやっぱりライトをつけてしまうと、後々もこれだとつけなきゃよかったってなりますから、寝室はね、どっちかというと足らないぐらいの方がいい。いいですね。で、足らなかったら後でスタンドライトで補うとか、それぐらいでいいと思います。なるほど。明るすぎるものを暗くするって結構大変なんですけど、暗いものは後々スタンドライトとかで補うことができますので、特に寝室なんかはちょっと足らんかなっていうぐらいでもいいです。もしその寝室を後々、寝る部屋じゃなくて、お仕事する場所にしたいなって時も、その間接照明、フロアランプとかで補っていけば大丈夫。そうですね、仕事をするっていうことはどこかに座って着座してそこで作業するわけですから、じゃあそこにスタンドライト持ってくるとか、後で追加するってことは簡単にできるので、その方がいいと思います。多少暗くてもなんとかなるみたいな感じですか。そうです、はい、収納している場所とか収納場所は照明は必要なんですけど、収納場所で注意するのは電球の色かな。物を判別したりとか、物が見やすい色っていうのは電球色よりは中白色、白色のライトの方が、見やすくなりますから、難灯だったりとか、あとクローゼットですよね、なんかは色がしっかり判別ができたり見やすかったりした方がいいので、電球の色だけは注意して。お洋服の色が分かりやすい。そうですね、どっちかというと電球色って言ってオレンジ色っぽい、色の方がおしゃれだし、温かみがあるからって言って選ばれるんですけども、それをウォークインまでそれにしてしまうと、服の色だったりとか、洗面もさえね、自分のお顔の色がちょっと暗めに映ったりするから、しっかり 見たいところに関してはちょっと白色の色を選んでもらう方がいいですね。キッチンの作業台も白っぽい方がいい。しっかり照らしたいところは白っぽい色の方がいいです。電球のようにも気をつけないといけない。そうですね、はい、他にその寝室以外でもこのお部屋はこういうところを気をつけた方がいいとかありますか。僕らみたいな実務者もそうだし、お客さんもそうなんですけど、部屋ってどうしても明るくしたいっていうのが先行しますから、立ててみて生活してみたら明るすぎるっていうパターンがほとんどだと思うんですよ。だから思い切って少なめにするっていう勇気、これが結構大事かなと思いますね。だから足らないのが怖いから、コンセントでもそうなんやけど、いっぱいつけたりとかあるじゃない。でいっぱいつけてもね、やっぱ使わないところにつけても使わないんですよね。そうですか。使わないんですよ。ちょっと足らないぐらいで
やってしまうっていうのが照明器具に関してはいいかなと思います。あ、そうなんですか。はい、意外と足ります。意外と足ります。そうなんです。足らなかったら後で付け加えることもできますので、はい、壁の色が違うと明るさも変わってきますか。うん、雰囲気がね、ガラッと違いますね。例えばその黒っぽい色と白っぽい色、うん、だとどちらが明るくいいんですか。反射がね、よくするね、やっぱ白っぽい色ですね。反射がする。うん、色がある黄色とか青とか緑とかでも明るい色の方が明るく見える、うん、そうですね、という考え方で。はい、大丈夫です。それで、あのアクセントクロスとか使われる方はその辺も注意しないといけないという、うん、そうですね、全面じゃなくてね、はい、一面ぐらいやったらもう本当のお好きな色を選んでもらって、 あとはまあ壁3面と天井が、まあ、白っぽいクロスを選んでいただいたら、あのそこはもう自由にしていただいたらいいかなと思うんですけど、はいはい、では次に照明器具の種類にを見ていきたいと思います。でこちらにペンダントライト、シーリングライト、スポットライト、ダウンライト、ブラケットライトの5種類があります。この5種類だと明るさが変わったりしますか。光の届け方にそれぞれの照明器具としては特徴がありますので、はい、これもまあ適材適所で、さっきちょっとダウンライトちらっとね、はい、あの壁を照らして空間を明るくするっていうふうに言いましたけど、はい、まあ、ダウンライトもそうだし、ブラケットライトも同じですよね、はい、あの反射光でもってその空間を明るくするっていうやり方なので、その器具の選定っていうのは それぞれの特徴を生かしながら選んでいただくといいかなと思いますね。この5種類なんですけど、はい、私のイメージだとこのペンダントライト、シーリングライトはこうお部屋の主役になるようなライトで、スポットライト、ダウンライト、ブラケットライトっていうその明るさを補うようなイメージなんですけども、うん、このライト、どうやってバランスよく取り入れたらおしゃれに見えますか。そうですね、おしゃれっていうところからいくと、最近こうシーリングライトを極力使いたくないっていうね、お客様なんかも多いので、一番最初に言った通り、必要なところに必要な明かりを届けるっていう意味では、ブラケットライトだったりとか、まあ、スポットライト、あとはスタンドライトなんかを利用して、メリハリをやっぱりつけるっていうことが大事かなと思います。あとは照明器具の高さですよね。高さ、普通は天井につけて照らす、あとはまあブラケットライトはちょっと違うけど壁につけるっていう感じなんですけども、はい、スタンドライト、高い背の高いものがあれば、はい、本当に床に地べたに置いて床で照らしてますよっていう低いライトもありますので、足元を照らしてあげるとちょっと落ち着いて見えるんですね。寝室なんかは結構足元を照らすのをおすすめするんですけども、はい、自分の目線より低い位置で照らしてあげた方が雰囲気が出たりとかっていうのもありますので、はい、照明器具の種類もそうだし、高さ、照らす高さだったりとか、そういうのも気を配ってあげるといいかなと思いますね。先ほど出た器具の種類によって明るさが変わるっていう話につながってくるんですけど、うん、例えばランプシェードですね、うん、上を照らさないタイプとか、うん、3透明とか透明の素材でできているものは全体を照らすとか、うん、いろいろあると思うんですけども、うん、こういうタイプどう使っていいですか。そうですね、まさにもう先ほどの話なんですけど、この3つの種類でもね、真下を照らすっていう左側の、ね、はい、パターンと、全体をぼやっと照らすパターンと、天井部分にも光を当ててあげて、その反射光でもって部屋全体を明るくするっていう、そういうタイプ3種類ぐらいね、大きく分けるとあるかなと思うんですけど、はい、どういうところでまず使うかっていうのと、あともう一個ね、一番大事なのがその光源、電球ね、はい、電球自体が丸見えになってる器具なんかどうかっていうのも結構大事で、よくあるのがこうダイニングテーブルでペンダントライト可愛いのでね、使いたいよ、はい、じゃあこのペンダントライトの高さをどうしようかっていうので、その器具の特性を考えずに、はい、一般的にペンダントライトの高さってこの位置ですよっていうもので決めてしまうと、よく電球が丸見えでね、はい、目の前に来てご飯食べてる時にすごい明るくて眩しいっていうパターンってあるんですよ。で、光源が見えてる器具なんか見えてない器具なんかによって高さも変えたいし、はい、全ての計画をそれによってやっぱ変えていく必要がありますので、特にねこれは注意してもらった方がいいですね。間接照明のお話も出たんですけど、はい、私間接照明すごく憧れがあるんですけど、うん、でもどうやって取り入れたらいいのかがちょっといまいち分からなくて、うん、まだ購入できてないんですけど、うん、簡単に取り入れられるよとかあります。まあ、間接照明で一番取り入れやすいのはやっぱスタンドライトかな。あ、スタンドライト、うん、なんか大きいから難しいのかなって思っちゃうんですけど、
や、インテリアの一部としてっていうのと、スタンドライトって正直そんなにワット数大きくなくて、そうなんですか。はい、あれで部屋全体を明るくするっていうことは まず無理で、その部分だけ明るくしてあげるっていう感じなんで、はいはい、思い切って別に買っておいてもいいと思います、ね、そうなんですか。はい、絶対マッチすると思います。あ、そうです、ちょっと買ってみます、ね、うん、はい、でメイン照明を消してスタンドライトだけつけるっていうやり方をすればするほど、はい、お部屋がなんとなくおしゃれに見えたりしますので。あ、そうなんですか、ね、はい、明暗がやっぱりね結構大事だと思います。照らせばいいと思うんですか。そう、もう高校と明るいお部屋にスタンドライトを置いてスタンドライトをつけても何の意味もなくて、確かにそうですよね。暗いお部屋にやっぱスタンドライトが1灯だけ明るくってしっとりとした空間を作るっていうのが、はい、ポイントっていうかコツかなと思います。部屋、うん、全部明るくしないといけないって意識があるので、うん、思い切って減らしてみて、そうですね、計画するのすごくいいですね、うん、はい、ありがとうございます。私自身もそうだったんですけど、やはり照明ってこうインテリアのポイントになるので、うん、デザイン重視で選んでしまいがちだと思うんです。だけど実際つけると光源が丸見えで明るすぎるとか、うん、後ろにつけちゃったから手元が暗くなっちゃったとか、そういう失敗とかあると思うんですね、うん、なのでそのデザインだけじゃなくて、どうやって照らしてくれるのか、どんな影を落としているのかっていうのをしっかり考えなければ効果するなと感じました、はい、ぜひ、ね、この動画をご覧いただいて、おうち作りの参考にしてください、はい、今回は浅野社長に照明についてお話を伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回の配信も楽しみにしてください。